この時間はウルグアイ対バンクーバー、こちらの一戦をお楽しみいただきます。ブラジル第2の都市リオデジャネイロ、その北部に位置するのがこのエスタディオサンジャヌアリオです。2万を超えるキャパシティを持ち、90年以上の歴史を持つスタジアムです。ウルグアイ国歌お聴きいただきます。さあ北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。スアレスですね。どこからでも点を取れる決定力がありますよね。こぼれ球の反応も素晴らしいですし、ストライカーとしてのスキルとか嗅覚は間違いないですよね。この試合でも活躍してくれるでしょうね。そうですね、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手でしょうね。キックオフ、ウルグアイ対バンクーバー。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、まずは立ち上がりです。もう一つ前に行きたい。デビット、カイル・ラリン、バンクーバー最終ラインまでボールを下げる。ボールはクリア。スルーパスを狙う。どうだ、ヒメネス。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ウルグアイはここクリアで難を逃れます。ハッチンソン、カバーニ、ルーカス・トレイラ、フェデリコ・バルベルデ、ロドリゲス、デラクルス、フェデリコ・バルベルデ、カバーニ、激しいボールの奪い合い。プレスからボールがこぼれる。フェデリコ・バルベルデ、ルイス・スワレス、デラクルス、サイドを使います。カバーニ、シュート、先制、ウルグアイ。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあウルグアイ、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ね。このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。
ロングボールを入れてきます。お、これいいでしょう。ルカス・トレイラから大きく縦へ、カバーにサイドを使う、裏へ抜けた、うまいですね。ボールの奪い合い激しいものがあります。取らないですね。フェデリコ・バルベルデ、さあルイス・スアレス、チャンスを演出できるか。デビットジョエル、ウルグアイがこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。この時間帯のリードっていうのは非常に戦いやすいですよね。これはつながりません。ゴディン、スペースを狙う、来たか、シュートもあります、クロスが上がる。このクリアボール次へつなげたい。右サイド上がっていくデビット、ルーカス・トレイラ、ヒメネス、前半17分を経過、フェデリコ・バルベルデ、アーチのようなパス、緩いボール、ジョエル、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。どうだ、おっと収まった、グレーだ、シュート、シュートボール。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。さあ上がる、さあコーナーキック、ウルグアイ、スアレス、これを拾いたいバンクーバですね。クロスを選択、これはクリア、フェデリコ・バルベルデ、今日の試合でアシストを記録しています。さあどうする、さあ右へ預けて、来たチャンスだ、クロス合わせてくるか、ルーカス・トレイラ、デラクルス、ふわっとしたボール、ゴールキックです。ジョン・サトン、デビット、大きく縦へ、ふわっと裏を狙う、ヒメネス、縦へのボール、チャレンジはしません、後ろに流す、フェデリコ・バルベルデ、長いボール縦へ、裏へのスルーパス、このパスが抜ける、ルイス・スアレス、長いボールを送ります。ルイス・スアレスからカバーニ、ルーカス・トレイラ、このボールに触ります、
前半28分左サイド上がるか、さあ左上がっていく、撫でるようなボールタッチ、デビットジョエル、カーテを使います、デイビッド、デビットどうする、さあシュートまでいけるか、ルーカス・トレイラ危ないところでしたがなんとか切り抜けます、ハッチンソン、この位置で受ける、戻します、詰められましたからね、ハッチンソン、さあ左へ預けて、ウルグアイはここクリアで難を逃れます、カバーニ、デアラスカエタ、サイドを縦に走らせます、クロスが入る、これはクリア、ルーカス・トレイラ、チェックを受けながらのドリブル、チャンスになる、さあどこに出してくる、デラクルス、フェデリコ・バルベルデ、ジョエル、ウルグアイとしてはここに来て無理はしないでしょうね、前半もうすぐ終わりますからね、デビット、裏のスペースを狙う、ボールはクリア、さあどうする、カバーニ、ボールを下げてリズムを作るか、ゴーディンからターテのボール、ロドリゲス、右側から上がっていくか、ルーカス・トレイラ、大きく縦へ、右サイドへ振って、サイドへ、素晴らしい連携、ここ来ましたよ、上げる、デアラス変えた、ゴディン、一人で駆け上がる、デラクルス、うまいですね、丁寧に足元を使う、ロドリゲス、さあルイス・スアレスへ、ルーカス・トレイラ、ここで丁寧にボールを扱う、外へ持っていきます、さあ中はいる、中央へ、バンクーバー、そして今前半終了の笛が吹かれました、45分間戦って1対0、ウルグアイ先制してそのままリードで折り返しました、選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね、ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね、ウルグアイ対バンクーバー、ウルグアイが1点先制して前半を折り返します、さあ後半
ウルグアイとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね、はい、ハッチンソン、デビット、緩く狙ったボール、このクリアボール拾いたい、一旦前を取る、どうだクロス、デアラスカエタ、カバーニ、ここでファウルがありました。デビッド、デイビッド、縦へのボール、コーナーキックとなります。これを拾いたいウルグアイ、ハッチンソン、中央からデビット、裏を狙う、ルイス・スワレス、デイビッド、デアラスカエタ、ゴディン、ルーカス・トレイラ、中央へ、クリアが浅い、デビット、長いボール縦へ、チャレンジはしません、後ろに流す、左サイド上がっていきます、裏へ届くか、裏へ飛び出した、ルーカス・トレイラ、さあつながるか、いいボール入りますよ、これはクリア、長いボールを送ります、さあ左サイドへ、また中央へ、ここで前を抜けるか、足元大事に行きます、デビット、ウルグアイがこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の1-0は非常にシビアですからね。デイビッド、どうする、サイドへ、ここは間合いを取る、デイビッド、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ウルグアイとしては後半に入ってからまだシュートないんですよね。残りの時間も計算しているとは思うんですけども、思い切って1点取りに行くっていう選択肢もありますけどもね。ボールがつながる、チャンスを演出できるか。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ルーカス・トレイラから大きく縦、デビット、また中央へ、バンクーバー最終ラインまでボールを下げる、縦へのボール、スルーパス、 いいボールだ、おいい形じゃないですか。クロスを選択、ボールはクリア、
この柔らかいパス、もうこれいいでしょう。中は枚数います。危ない、シュート、なんと止めた。これはよく止めました。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。この難しいボールによく触りました。ムスレラ、バンクーバーベンチに動きがあります。ウルグアイはここクリアで難を逃れます。バンクーバー、これはスローイン。フェデリコ・バルベルデ、ボールを下げてリズムを作るか。ホセ・ヒメネスからターテのボール、ルーカス・トレイラ、サイドのスペースを使います。この位置で受ける、クロス、このクリアボール次へつなげたい。ジョン・サトン、ハッチンソン、デビッド、デイビッド、勝負か。うわ、右サイド空いてましたけどもね。ルイス・スワレスからカバーニ、ジョン・サトン、これはファールです。デイビス、大きく縦へ抜けてくる、チャレンジはしません。後ろに流す、ハッチンソン、ジョン・サトン、これはなかなかこじ開けられない。長いボール縦へ、プレッシャー、これもファウルですもんね。ゴールまでは少々距離があります。ファインセーブでフリーキックを止めます。いい反応を見せましたよね、キーパー。キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。ショートカバーニ、中へのクロス、必死のクリアでしたね。長いサイドチェンジ、さあここからの展開、抜けるか。ルーカス・トレイラ、ルーカス・トレイラからファーサイド、これはクリア。デイビッド、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ルーズになる、またファールだ。これもファールですもんね。イエローカードです。
直接狙うにはまだ距離があります。壁に跳ね返され、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。長いボールを振ります。ピッチ上雨が降ってきたようです。ああ降ってますね。滑りやすくなりますからね、気をつけた方がいいですよね。ジョン・サトン、大きく縦へ、右サイド上がっていきます。ここで丁寧にコントロール。ウルグアイは点差はわずかですが、このまま終われば勝ち点3を手にします。デイビッド、ハッチンソン、デビッド、さあ左へ預けて、仕掛けるタイミングを図る、中上げる、オーバーヘッド、いやバンクーバー同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。いや惜しいシュートでしたね。ウルグアイはメンバーチェンジです。ゴーディンからターテのボール、カセレス。ウルグアイとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。縦へのボール、フェデリコ・バルベルデ、ウルグアイ、ここは時間を使います。カセレス、デラクルス、ホセ・ヒメネスから長いボール縦へ、ロングフィードで狙う、これはつながりませんでした。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。ふわっと裏を狙う、バンクーバーとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。さあ最後クロス入れてくるか、いいプレッシャー、時間をかけてますよね。リスクを負わず勝ち星を拾っていくっていう考えでしょうかね。カセレス、デラクルス、カセレス、一気に前線にボールを送る、これはファールを取られました。ゴールまではまだ距離があるところ、惜しくもシュートが外れたところで終了も笛。1対0、ウルグアイ見事白星を挙げました。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。ウルグアイとしては点差だけでいうと全く余裕はなかったんですけども、ゴールした後から落ち着きが見られるようになりましたよね。そのまま後半を乗り切ったという感じでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ウルグアイ、なんとか連敗をストップさせることができました。